今のところ教団には目立った動きはないようですし、各地の情報収集も順調に進んでいます。報告は以上です。ふむ。各地に散っているシャドウガーデンの構成員から上がってくるレポートをまとめて、シャドウ様に定例の報告をする。それが私の大切な任務の一つ。何度繰り返してもシャドウ様の前で報告するのは緊張感が走る。もし誤った情報、不十分な情報をお伝えすれば、シャドウ様の神のごとき目にたちまち見抜かれるからだ。と同時に、自分にしかできない仕事だと誇らしくもなる。今回の報告で何か至らない点がございましたら、何なりと。この後はシャドウ様の施策の邪魔にならないように静かに退出するのがいつもの流れ。そして今日も。それでは失礼いたします。以上。定例報告の内容に対して聞き返されることはほとんどない。なぜなら世に起こる全てのことは当然シャドウ様の想定内だから、確認するまでもないのだ。それをあえて聞き返されるということは、私の報告に何か問題があるということになる。いつもと何ら変わらない報告のつもりが、どこかに慢心があって気が緩んでいたのだろうか。以上とは。報告した内容ではなく、より正確に言えば報告しなかったこと、シャドウ様に確認しなかったことが実はある。隠し事をするつもりはなかったのだけど、なんとなく聞きにくくて避けてしまっていた話題なのに、さすがシャドウ様、私が言い出そうかどうしようか迷っていることまで完全に見透かされているのですね。その上で私は今試されている。今ここで聞くのか聞かないのか。シャドウ様が視線を床に落とされた。これは問いに対してすぐに答えられなかった私に失望されている。シャドウ様を失望させるわけにはいかない。ならもう迷ってる場合じゃない。あのこれは定例の報告とは関係ないためお伝えしようか迷っていたのですが、あと少しだけシャドウ様のお時間を頂戴してもよろしいでしょうか。聞こう。よかった。興味を示してくださったということはそこまで失望はされてない。ただあのうつむき、物憂げな表情を見ればわかる。ここでさらなる失望を招いたら次はない。先日シャドウ様はその魔剣士学園においてアレクシア・ミドガル王女にいわゆる告白をされたとか。そう、まずは史上を交えずに事実関係の確認。それだけならば何の問題もないはず。事実関係を裏付ける証言も多数あり、信憑性の高い情報と私は判断いたしましたが、とはいえ情報が情報だけに正確さを期すため、改めてシャドウ様自身に確認をさせていただいた方がいいのではないかと。今のため息、そして深い悲しみをたたえた瞳、やはり触れてはいけない話題だった。でも気になる、気になってしまうんです。これはゴシップ的な興味や嫉妬心からではなく、そうそんな悪趣味なものでは断じてありません。ただシャドウ様がどのような思惑で動かれるのか、シャドウガーデンの一員として知っておくことは必要。ただそれだけのことなのです。おはん、告白というと下世話な意味合いに取られますが、相手がミドガル王国の王女となれば意味合いが違ってきます。ミドガル王家に食い込み、
より高度な情報を得るのが目的、あるいは教団との戦いに備えて王国の行政機構、ひいては騎士団を利用されようというのか。いずれにしても私などには見当もつかない深いお考えに基づく行動なのでしょう。そこでできればこのベータにシャドウ様の真意をお聞かせ願えれば嬉しいのですが。うむ。差し出がましいことを言い申し訳ございませんでした。すべてはシャドウ様にお任せいたします。できればお考えの一端でも伺いたかったのですが、今はまだその時ではないというのであれば、私はことが熟する時まで待ちましょう。そう、私たちシャドウガーデンはシャドウ様を信じて黙って従いついていけばいいのだ。神のごとき洞察力と判断力をお持ちのシャドウ様が過ちを犯すことなどないのだから。それでは失礼いたします、シャドウ様。ふむ。ふわー、眠。昨日は徹夜で課題やってたから、今日の定例報告は早めに切り上げたかったんだよね。だから以上って確認したのに、その後のベータの話長いんだものな。だけどアレクシアのことまで持ち出してくるとは思わなかったな。どこで知ったんだろう。しかもすかさずそれを影の実力者プレイの設定に組み込んでくるなんて、さすがベータだ。アドリブ力高いな。ただもう睡魔に抗うのも限界だ。少し眠るか。はあ、シャドウ様とアレクシア王女の関係が気になって、全然シャドウ様戦記の筆が進まない。何を動揺しているのベータ。シャドウ様があんな女に引っかかるわけがないじゃない。すべてはシャドウ様の思惑通りなの。きっとディアボロス教団との戦いに備え、次の一手を打つためアレクシア王女のそばにいる必要がある。シャドウ様はそう判断し、そして告白という形を取った。きっとそう。ううん、それ以外にありえないわ。ただ今のままでは必然的にシャドウ様戦記のヒロイン役は。ああ、なしなしなし。100歩、ううん、1000歩くらい譲ってシャドウ様に王女が近づくのは許してあげるわ。でもちょっとだけ家柄が良くて、たまたまシャドウ様と同級生になったに過ぎない女が物語のヒロインになるなんてありえない。大体聞くところによれば、シャドウ様の美しくも華麗な剣技に対して嫌いな剣と言い放ったとか。そんな無礼な女がヒロイン役？はあ、冗談じゃないわ。シャドウ様にふさわしい存在はもっと他にいるもの。例えば金髪青目泣きぼくろの可愛いエルフとかね。シャドウ様は何らかの事情があればこそ、あの女の無礼で屈辱的な仕打ちにも耐えているのですよね。心中お察しいたします。やはりアレクシア・ミドガル、あの女の調査はさらに進める必要がありそうね。なんとしてもいい子ちゃんぶった化けの皮を剥がしてみせるわ。ご苦労様。さすがね、アレクシア王女とシャドウ様の動向について完璧にまとめられているわ。恐縮です。王女にも全く疑いを持たれずにここまで調べ上げるだなんて、やはりニュー、あなたに頼んでよかった。どうかした？あの、王女とシャドウ様の動向を詳細に観察、
報告するようにとのことでしたが、これは任務なのですか？もちろん。シャドウ様の周囲に悪い虫、もとい教団の手が及ばないよう周辺情報の収集は常に必要よ。私の目で見た限りは、シャドウ様やアレクシア王女の周辺でディアボロス教団の動きは特にないようでしたが。大事なところだから念を押しておくのだけど、いい？ニュウ、ディアボロス教団はどこに潜んでいるかわからないの。油断は禁物よ。わずかな気の緩みが悪い虫につけ込む余地を与えて、後々取り返しのつかないことになるの。先ほどから気になっているのですが、悪い虫？例えよ、例え。失礼いたしました。ねえ、ところで報告書に書かれているこの部分なんだけど、シャドウ様とアレクシア王女が頻繁に行っている取って行為、これは一体どういうものなのかしら。文字通り受け取るならば、何かを取ってきてほしいと頼む行為だと思われるんだけど、何かの隠語？アレクシア王女が金貨を遠くに投げ、取ってこーいとやるのです。待って、文字通りの意味なの？しかも金貨を投げて取ってくる？はい、文字通りの意味です。その金貨の回収方法が特殊なこと以外は。特殊な回収方法？報告書だけではよくわからなくなってきたわ。口頭で補足説明をしてくれる？その回収方法というのは、投げられた金貨をシャドウ様が口に加えて拾ってくるという。は？今シャドウ様が金貨を口に加えて拾ってくると聞こえた気がしたのだけど、私の気のせいよね？いえ、気のせいではなく、その通りなんです。報告書にもその旨記載してあります。なお、そこに記載したように、取って恋にはさらなるバリエーションがありまして。ここに書かれていることは事実なの？いえ、あなたの報告を疑うわけではないのだけど。はい、王女が戻ってきたシャドウ様の頭をよしよしと撫でる。いえ、より正確に表現するならば、撫で回すバリエーションが存在します。撫で回す？シャドウ様の頭を？はあ？あの女。いえ、アレクシア王女はシャドウ様にそんなことをさせているっていうの？まるで犬扱いじゃない。いくら王女だからといって、こんなことが許されていいの？私に言われましても。ああ、ごめんなさい、私としたことが取り乱してしまったわ。でもこの行為はあまりに。はい、私も許されない行為だと思いはしましたが、任務はあくまでも観察と記録。シャドウ様の身に何らかの危険が生じない限りは、介入するのは不適当だと判断いたしました。そうね、確かにそれは正しい判断。私も感情が高ぶってしまったけど、ここは七影の一人として取り乱したところを見せるわけにはいかないわ。それに主様もそこまで嫌がっているようには見えませんでしたので。嫌がってはおられなかった？いいえ、シャドウ様がされることには常に意味がある。私たちが軽々しく疑いを抱くべきではないわね。そう、きっとこの取ってこいという行為にも重要な意味があるに違いないわ。この取ってこいという行為に意味を見出そうと頭脳をフル回転させてみる。けど無理。シャドウ様のお考えを察することは私にはまだ到底できそうにないわ。
特にこのとってこいから意味を見出すのは至難の業ね。いえ、きっと何か意味があるのだろうけど。七影の中でも古参であるベータ様もですか？ええ、何年もあの方の背中を追いかけ、少しでもお考えを理解しようとしてきた。でも近づくどころか背中は遠くなるばかりで、さらにあの方の偉大さ、神龍遠望に驚かされるばかりよ。話が横道にそれたわね。なるほど。報告書によれば、シャドウ様と王女は下校時にいつも腕を組んでいるのね。はい、王女の方から積極的に腕を絡めておいででした。積極的？そう、そうなのね。私の目からは周囲に見せつけているかのようにも映りましたが、これもおそらくは何らかの意味が。見せつける？それはあなたの見間違いではないかしら。そう、きっとそう。ニュー、あなた少し働きすぎなのかもしれないわ。ちゃんと休暇を与えるようにガンマにも言っておかないとね。あ、はい、ありがとうございます。きっと見間違いだと思うのだけど、仮によ、腕を絡めて周囲に見せつけていたとしても何も不自然なことではないわね。そう、落ち着いてベータ、何もおかしなことはないの。恋人同士なら自然なことなんだから。あんか。そう。ねえ、質問なんだけど、ニューはそのあーんっていうのをやった経験はある？もちろん異性相手によ。はい、私もね、シャドウ様にあーんって、それはね、小さい頃にはふざけてやったこともあるわよ。でも大人になってからやるあーんはほら、やっぱり意味合いが違うじゃない。でね、あーんってした後、シャドウ様の口元にアイスクリームがついているのに気づいたりするの。そうしたらね、大人は自然と口元についたアイスを指ですくい取って舐めちゃったりして。どうかされましたか？舐めて？あの女、シャドウ様になんてことをするのよ。あの、そこまではしていないのでご安心ください。私もしたいし、されてみたいの。そういうの憧れるの。あの、ベータ様、そのままでは報告書がくしゃくしゃに。ベータ様。なんなの？なんであの女、シャドウ様にそんな親しげに接しているのよ！あの、ベータ様、そんなに机を勢いよく叩いたら壊れて。私だってこの報告書にあるようなことをシャドウ様としたいの。お疲れのご様子ですね。いつもお疲れ様です。たまには少しリラックスして元気を取り戻しちゃいませんか？今日はベータにお任せあれ。はい、最近の私の望みですか？これ以上望むことは何も。あ、できれば主様から新
新しい物語をお聞きしたいです。最近読んでいる本はですね、そうですね、学園図書館に潜り込んで見つけた動物図鑑かな。眺めているだけでも楽しいですよ。イプシロンっておしゃれじゃないですか。私だけだといつも無難な感じのセレクトになるので、よく彼女には買い物に付き合ってもらうんですよ。こうしてご一緒していると幼い頃を思い出します。私がぐずってなかなか食事が終わらず、主様は最後まで付き合ってくださいましたよね。最近はフルーツサンドがお気に入りです。パンに果実を挟むなんて最初は奇妙に思ったんですが、一口ですっごい幸せな気持ちになれるんです。はい、作家活動も順調ではありますけど、もちろん本来の任務のことは忘れていません。我らは我らのなすべきことをなす、それだけです。はあ、主様の戦うお姿、日常の佇まい、すべてに見惚れてしまいます。ずっとそのお姿を眺めていたいくらいに。ほら、ミドガル王国は海運も盛んじゃないですか。外海に出ると本当に見渡す限り海が続いていて、思わず声が出てしまうくらい感動するんですよね。都市が発展するということは、古い町並みが消え新しい町に変わっていく。当たり前のことですが、古いものが消えていく寂しさはありますね。主様、ごめんなさい。誰にも気づかれないと思ったら、夏目だと気づかれてしまいました。ほら、見てますよ。これは、はい、このメモには最新の調査結果が記してありますが、読まないのですか。なるほど、主様は全てご存知でメモなど不要と。その国の情勢を調べるには市場を歩くのが一番です。政治に対する不満や王族の色恋、国庫の財政状況まで、町の噂話というのは宝の山なんですよ。